いらっしゃいますので、よろしいですか。はい、次はムービーの方にお願いいたします。奥ですね、上手の奥の方にいらっしゃいます。よろしいでしょうか。はい、それでは、はい、では皆様ご協力ありがとうございました。はい、大丈夫です。じゃあ皆様に、マイクを持っていただきまして、はい、ステージの方は準備をしておりますけれども、はい、はい、ご協力ありがとうございました。それでは皆様お待たせいたしました。改めてご紹介いたします。釈由美子さん、久保田悠希さん、彩音さんです。どうぞ大きな拍手お送りください。それではまず皆様一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まず釈由美子さんからお願いいたします。ありがとうございます。皆様こんばんは。キリの主演、キリを演じさせていただきました釈由美子です。本日はお忙しい中ありがとうございます。6月20日公開前にこうしていち早く皆様に、このキリの完成をご覧いただけてとても喜びと感動と興奮で震えております。今日は一日楽しんで帰られてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして久保田悠希さんお願いいたします。はい、ごきげんよう、久保田悠希です。本日ようやくですね、初日じゃないです、ごめんなさい。完成披露試写ということで、ぜひ最後まで皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後に彩音さんお願いいたします。はじめまして、ルイ役を演じました彩音と申します。今晩はこんなにたくさんのすごいなまっちゃったたくさんの皆さんがお越しいただいて本当に嬉しく思ってます。こんなにたくさんのマスコミの方たちも駆けつけてくださって、本当にこの場に立てて光栄に思っております。今日は楽しんで皆さん帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは作品についていろいろとお伺いしてまいりたいと思います。まずは今回、殺し屋とタイトルがついておりますけれども、ご自身の役柄、そして演じる上で意識したポイントなどを、ちょっとお伺いしたいなと思っています。最初に孤高の女殺し屋キリを演じた釈さんからお願いをいたします。はい、私が演じましたのキリという女性は幼少の頃にプロの暗殺者集団に連れ去られまして、プロとして殺し屋として育てられたという経歴を持ち、すごく心に孤独を抱えながらも復讐に燃える孤高のヒロインを演じさせていただきました。自分が演じました意味ですごく意識して役作りしたところは、強さの中にも儚さだったり悲しさだったり憂いっていうのを意識しながら、強くてかっこいいんだけれども瞳の奥がなんか濡れて泣いているっていう、なんかこう守ってあげたくなるようなキャラクターにしたくて、それを意識して演じました。ありがとうございます。ね、ちょっと寂しげな表情がいろいろとこうプロモーションで見てるんですけど、実際釈さんと違うんですか。はい、そうですね、ご自身とは全然違う感じですか。どうですか。いや、もういろんな面が見れて僕は嬉しいです。久保田さんとは、はい、一緒ご一緒のするシーンが多かったんですけども、はい、現場では全然お話ししてくださらなくて、はい、なんでかなと思ったら私顔が撮影に入ると役に入り込んじゃうので、はい、もう目が殺し屋だったみたいで、はい、すごく怖かったみたいで、はい、打ち上げの時にご挨拶で、はいはい、私は本当は怖くないので、はい、普通の人なんで話しかけてくださいって皆さんにご挨拶、はい、そんなことなかったですよ。そんなことなかったですか。
僕はずっとブルブルしてましたまあ、皆さんね、殺し屋ということですので、ね、皆さんそれぞれに怖かったのかもしれませんけれども、はい、それではじゃあ久保田さん、はい、次は演じた涼という役ですが、はい、原作にも登場するキャラクターで、はい、昼はサラリーマン、はい、夜は殺し屋という二面性を持ったキャラクターだったんですが、はいはい、さていかがでしょう。そうですね、怖かったですか。やっぱりまずは2つ職業があるということで、そのバイトの掛け持ち感みたいなところと、はい、あとはまあやっぱり性格も真反対の役だったので、まあいつでも心は変態サラリーマンみたいな感じでいいよな、いようかなと思ってやっておりました。はい、あの、はい、すいません。変態サラリーマンを演じるのが難しかったとか、意外にすんなりいけたとか。とてもすんなりと入りました。あ、すんなりと、はい、あの普段はひょうひょうとしているような感じでやらせていただきました。はい。